あら、連絡なくなっちゃったね。もう向かってんじゃん。既読もなくなってる。既読もついてない。今向かってるところらしいけど。徒歩なんかな。まあそうじゃん。徒歩おわちゃり。見えねえ。今カメラつけて大丈夫だ。よいしょ。どっちもいいけど。どっちでも。今は一応今テストも兼ねてってところですか。あ、入ってるっぽいな、うん、ちょっと時間潰して、うん、リバーシアンこれオセロ、あ、オセロ、オセロだけど、オセロか、うん、ちなみに、あ、やべあ、なんか戻っちゃったリバーシアン、あれおもろいよ。何？どれだっけ？これとか。ああ、え、でももしかして持ってるこれ？え、なんか友達の家でやったこと。あ、本当に？てかね、これ今日の朝買ったんだよこれ。ほう。うん、なんか最悪二人になった時用にさ、曲がれなかった。最悪二人になった時用にちょっとなんか。なんか欲しいかなって時に、うん、そういうことだ。そう、ガードレールとかないのね。まあ一旦やってみるか。オッケー、やる。遊び方、待って、遊び方見てないよ。アクセルオンリーだよね多分。これブレーキもあるんですよ確か。あ、ブレーキあるんだ。アクセル、あ、これ何、スティック。あ、そうだ、スティック押し込みこれ。まあアクセルオンリーっちゃオンリーなんだけど、うん、こうなるこうなるこうなるこうなってて、あ、傾きなのかなこれ。あ、ほらダメだった。これ急にクイッてさブレーキ踏むとさ、なんか飛び出ちゃうみたいなことあるのかな。あ、これ傾けるか傾けないかじゃないこれ。ちょっと待って。デジャブーなせせせせねへへに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 へ、あ、しかし私の勝ちです。ちょっと待って、これか、傾けるか傾けないかの違いなの。そうよ。あー、ブレーキないか。コース変える。あ、コース変えてみてもいい。もう一度のところからこれか。始めますか。6周年多いな。傾けるか傾けないかか。スタートダッシュとかないよねこれで。うまくね、うまくね、全然追い越せない。これでもなんかもうちょっとね賢いやり方があったはずなんだよな。さっきのコースより簡単かもしれないけど。ああ、ほら来たー。あ、やべ。よし。調子乗るとすぐこうなっちゃうんだ。よしよしよし。ここは緩めなくていいやつ。ああ、もうよかったね。よし、オッケー。危なかったー。普通に負けた。よし、じゃあ最後の。オッケーオッケー。激ヤバコースやるか。激ヤバコースあんの？いますか。こん。ソニックであんなコースあったな。あ、痛い。ダメだ。
もうダメだ、もうダメだ。あーやばい、今だ今だ、絶対に今だ。調子乗るなら今だ絶対。くそ、ほんなさじ加減が全然わかんねえ。なんかやって、これダメなんだね。あ、やばい、よしよし、今だ今だ今だ。ちょっとスピード下げすぎた。これダメだ。危ない、近づいてよ、ほら。くっそ、これはもういけんだろ。いやダメか、まあ、もうこれコース覚え切りじゃないですか。そうでもないか、そうでもない。俺も久々にやった1年以上ぶりぐらいにやった。ああそれだけか。そもそんなもんかな。他なんかあるかね。あ、待って、俺これめっちゃ強いわ。的当て？あ、的当てじゃないかの。あ、違うわ、間違えた間違えた間違えた。あれ、チャンネルをポップ。あ、あったあったあった、これこれこれ。あー、ダーツ。あ、20×3 が一番高いんでしょ、センス確か。あ、来た。あ、玄関開いてるんで入ってください。はい、どうぞ。俺これね、うん、友達の家でやってね、世界大会優勝できるって言われたぐらい。本当に？ちょっと見てみたら出て前を。ダーツか。目標に向かってまっすぐに。投げるときは慎重に狙って。おはよう。お疲れです。あれ、なんか髪型変えた？いや変えてない。あ、うん、ポニーテールにしただけか。そう、ポニーテール可愛いね。もう本前で。本前か。本前で。これは何ですか？これあのね、なんだっけ。遊びたいぜ。わかんない。301でやるか。301、遊びたいぜ。え、これルールわかんない。え？操作はわかんないけどね。まあでもルール、うん、でもさ、あの。あれ、あの 20×3 が一番強いんでしょ、これ多分。なんだけど、最初持ち点300ずつは持ってんのよ。ああ、はいはい。で、的を当ててって、その当たったところの数字が入ってって、うん、301ぴったりにどっちが早く消せるか。ぴったりに？そう。どんどんその当ててった点数が、うん、あの301から引かれていくのよ。ああ、はい。これ超えた場合は？300、マイナスに行くとバーストっつって、はい、その回の、そのマイナスされた得点はなしになってリセットされる。そういうことか。だから 10点、残り10点の時とかで、うん、60とか30とか当たっちゃうと、うん、その回なくなっちゃうから、また次の回10点からスタート。あー、なるほど。面白そう、すごく。やってみようぜ。ダーツ調子いいかな。お、私か。こうやってジョイコン持ってダーツのように構えます、うん、ボタンを押すとダーツを持ちます。こういう4つのボタンどれでもいいのか、うん、か正面にいた方がいいんじゃないか。正面にいた方がいい。ダーツも正面からやるから、うんね、とりあえずまず押したまま振る、うん、で、まあ、投げるときにパッて離すみたいな、うん、まあ、20×3 か。あっしあ、で3回投げられるか。あ、なるほどね。ワンターンで3回投げるから。これね、調子いいだ。もうちょっとなんかあれだな。控えめにやるのがいいか。あーあー、いいね。いや、これね、これどうなの？ダーツとして。ああ、いいね、いいね、いいね。今のは狙い通り。いいね、いいね。だ、まあ、これをまあどんどんやって、まあなるべくね、もう差。あ、やばい。なるべく差つけといた方が今のところ。今のうちに。これで慣れたら絶対実際無理でしょ、これ。実際のプレイ、ああまあね、偏っちゃうね、ゲーム用と、ゲーム用のセンスと、うん、あれ、ああくそ、まあ、よしよし、今のところリードしてる、まあ、リードしてるけど、立つと、まあね、立つとおかしくなるから座ってやった方がいい。そのドラムマニアがめちゃくちゃ上手くても本当のドラムを叩けるのか、うん、別の話みたいな感じで、あれね、太鼓の達人方式で、うん、そう俺ギタードラのギターフリークスやったら本物のギター下手になったからね。うん、だからマジでそれは、うん、ああいいね。なるべく、もうなるべく今のところで差つけ、ああ狙いすぎた、よく出た。ダーツは紳士のスポーツ、それゴルフだ。おい
っぱ 笑ったら変になっちゃった。あ、いいでしょ。あ、くそ。いい感じじゃん。ね、細枠が2倍なんだっけ。3倍。1万3倍。あ、やべえ、マジやだ。そうか、内側か。あ、やばい。あ、間違え、ごめん。自分の番かと思った。そう、内側のこのこれが細枠が3倍か、うん、で外が2倍か。オッケー。真ん中何倍だっけ。真ん中は50点で、うん、ど真ん中だとダブルブルになって100。それ301で有効だったか覚えてない。え、100なんてあったっけ。よし、うん、これ面白いぞ。おしっぱで振る。ああ、うん、これ友達の家でやった時に10連続ぐらいあのトリプルいって、おおおだ、あ、ブルブルじゃなかった、ブルだった。ブル25点だった。真ん中が50だ。真ん中50か。100はなかった。100はないよ、うん、多分。100あったらだってみんな真ん中狙うもんね。そうね、うん。へえ、やばい。今115、151。あ、やばい。マジでやばい。音量バランス。うわ、渋いね。渋い。45。渋みっすね。これちょっと。いや、こっからだから。チャンス。115。あ、そうだね、確かに。ああ、まあでも17。リカバーはできてる。ここ。ああ、うん、まあ。ここ。うわー、え、どこだ、大丈夫。ああ、まあ、強いな。53。強いな、これは。53。非常に強いわ。次のラウンドでピッタいけるな。おい、60。あ、やばい、逆転したぞ。これで俺もトリプル狙ったら死ぬから。うん、死ぬから、死ぬから、一旦50にしといて。この3つの手数がもうなくなっちゃうのか、超えたら。そういうことじゃないのか。あー、くそー。なんかまた1残ったね、うん、慎重だね。くそー、何のために1削ったのか。もったいないね。困ったね。だね、あ、そっか、何に選べんだろう。あ、バーストした。バースト。そう、当ててほしくない時になっちゃうんだよ、それ。そしたら俺は枠の外。だめだ、20危険だ、やめとこ。危険だ。あー、おお、え、 1? え、バースト、バーストしちゃった。え、なんでバーストしちゃった。41超えちゃった。え、あれか、外枠も3なの。よ、外枠2、あれ2だったよね、あれおかしいの。それ40だよね、40で、うん、あ、そういうことね。次何言って、 あれか、わざと外すの多分許されてるんで。あ、分かった、これあれだ、最後ダブルかトリプルで終わんないっていい。ハードモードじゃねえかよ。マジで本当に、え、マジで。 あ、ダブルアウトってこと。あ、そうそうそう。あ、そういうこと。やば、じゃあもう奇数な時点でもアウトが1削らないと。また1削らないといけなかった。これさ、ワンチャン終わんない可能性ある、うんうん、終わんない可能性ある。あ、間違えたし。まあじゃあ一旦どうにかして偶数にすりゃいいんじゃない。なんで、だから今、37だから奇数か。結構適当でいいんじゃない。まあちなみに37だったらまだ60のトリプルとか以外だったら適当でいいと思う。まあそっか、はい、どうぞ。あ、いいじゃん。あ、おお、あ、妥当なとこ行ったね。13のダブルだったら上がるよ。あー、なるほど、 OK。 じゃあ終わらせば、もうこの戦い。あ、お、2。あー、38だから、うざ、19。バカむずいやん、こんなの。おっしゃー、はい、世界大会レベルだよ、やっぱり。なんかあれだよね、なんか俺ダーツ全く興味ないやつがさ、ダーツ世界最高峰の戦い見る YouTube なら結構面白い。あ、わかる。何が目の前で起こってるのか全くわかんないけどさ、なんかめちゃくちゃ客盛り上がる。強っ、最強じゃん。いや、調子いい時、本当にトリプルで10連続ぐらい入れたことあるけど、うん、あ、課金スキンが、課金アイテムが。だって10連続で出たらバーストしてるよ。うん、ね。いや、強えな。じゃあ、ちょっとこの枠を一回終わりますか。遊んだだけやった。遊んだだけです。いや、だって、もともとホラーゲームやる枠だったので。
またホラゲかよあれ。え、何カゲロウでもやるの？カゲロウ。まあ一応まあシャドウコリドーな。うん、でもあれさ、ストーリー長いあれ。わかんない。あ、どうだろうな。それか絶対に帰れない。でもシャドウコリドーはびっくり要素すごいから、多分ガースの取れ高が、ね、やばいと思う。あ、やばいか。じゃあ終わります。はい。絶対に帰れないエルデンリング。